にちは、こんばんは、ゆうこるです。皆さん、長々としたね、マーベルの性能解説見てもらえたでしょうか？まだ見てない人はね、ぜひよかったらパート4チェックしてみてください。ということで、もうこれが最後、パート5です。めっちゃ長くなりましたが、もうこれがラストなんでね、ぜひよかったら、ここまで来た人はもう最後まで突っ走っちゃってください。意味がわかんないですね。まあ僕も、今マジで1時間半ぐらいぶっ放しで喋ってるんで、もはやわかんなくなってきてるんですけど、とりあえずね、滑舌だけはキープしながら喋っていこうと思うんでよろしくお願いします。ということで、新たな進化情報を見ていきましょう。まずは、超転生からですね。グンダリム王が強化されますということで、見ていきましょう。ゴーザンズどこ行ったんだ？転生ルシャナ降臨のね、ルシャナを使うことによってね、なんと、超転生が可能となります、という感じ。まずこれ見てもらってわかるんだけど、暗闇プラスに7強2つって感じで、あと L 字無効管か。小学生にね、7強無効管あるとはいえどもね、まあ、別にこの系である必要もないかなって感じ。結構転生とかも強いんで、マルチブーストの点では。まあ、超転生も強いし、転生も強いって感じで、使い分けかな。7強3つに無効管とか、7強2つに無効管2つにできますと。スキルは、人を回復を水に変えて、お邪魔と毒を回復に変化。2ターン2コモガサに HP 全回復持ちです。2ターン HP 全回復いいですね、普通に。で、リーダースキルは落ち込んなしで、パズル後の残りドロップ数が6個以下で攻撃力が5倍、水の HP が 2.5 倍、6コンボ以上で攻撃力が上昇、最大5倍って感じです。はい、そんな感じでした。こちらがね、グンダリミオですね。まあ、悪くはね、性能してると思うけど、転生進化も強いから、無理に進化させなくていいよって感じなんだけど、まあ、武器があってですね、ルシャナ使うことによって進化できて、バインドプラス、バインド回復2つ、水ドロ強3つに HP 強化って感じ。なんかね、ネイみたいな感じかな。ネイみたいな感じで使える武器になっていて、スキルは、人回復を水に、お邪魔と毒を回復に変化、2ターンの間にコモカさんに HP 全回復持ちって感じです。こちらに関してはですね、まあ、普通につける価値のある武器ではありますが、優先順位はそんなに高くなくていいから、まあ、余裕がある時にね、ルシャナ回ってもらってね、ぜひ作っていただければなと思います。もう一体不動明ですね。はい。こちらもルシャナを使って進化するんですが、こちらもね、お邪魔耐性プラスに7強2つに L 字に無効管と。直角性も7強スキブ無効管ダンボバインドなので、7強3つや無効管2つの7強2つにできたり、スキブ4つにもできますと。スキルは2ターン3コンボ加算に、下から2列目横1列をキドロップに変えてくれますと。そしてリーダースキルは落ち込んなし、パズル後の残りドロップ数が6個以下で攻撃力が5倍、木の HP が 2.5 倍、6コンボ以上で攻撃力が上昇、最大5倍って感じです。これもリーダースキルはかなり使いづらいって感じなので、まあ、そんな無理して作る必要もありません。転生でも結構強いですが、これもね、武器がありましてね、2段階進化なんでどちらともかなり大変なんですがね。はい、バインバインドプラス、バインド回復2つに、キドロ強3つと、武器はやっぱ強いっすね。武器要因で作ってあげる価値は十分にあると思います。はい。まあ、どれもね、武器まではルシャナ2体、超転生でもルシャナ1体はいるんでね、進化の方頑張ってください。続きまして、超転生進化、超転生大特命王が登場です。こちらもね、ルシャナを使うことによって、ゲットできるキャラとなっていますが、こんな感じ、スキブ3つに7強2つに L 字、闇コンボ強化2つ持ちです。スキルは3ターン闇の攻撃が3倍、ランダムで闇を6個生成です。リーダースキルは闇2コンボでダメージを軽減、攻撃が18倍、3種以上同時攻撃でダメージを軽減、固定100万ダメージって感じ。これも別にね、めっちゃ強いわけじゃないけどね、やっぱね、スキルが元から強いので、はい、こんな感じで7強3つ持ちってことを考えると、サブ要因では使えるんじゃないかなとは思います。もしくは、スキルブースト5個持ちにもできるので、スキル5個持ちキャラとしてね、変身リーダーのサブとして使ったりもできるんじゃないかなと思います。こちらの武器がありまして、合計ルシャナ2体必要ですが、バインドプラス、バインド回復2つに闇ドロ強3つ持ちって感じです。これもかなり優秀ですね。そんな感じになっています。続きましてですね、なんとヘズゲンが進化します。もうこれ誰かわかりますよね。そうです。グランディスです。なんとグランディスが今回、新しく武器進化します。ということで見ていきましょう。こんな感じ。チーム HP 強化3つに、比率強化2つですね。例えば、代用枠としては、アマコズミ持ってない人が代用で使えるかなって感じだけど、結局バインド耐性はないので、少しそこら辺はね、使い分けが必要になるかなって感じです。スキルは、全ドロップを人回復ドロップに変えてから、99ターン、ヒドロップがロック状態で押してくるって感じです。まあ、チェメ HP 許可を盛るための武器ですね。はい、そしてこちら、ジライアですね。こちらも武器化します。ちなみに関係ないけど、素材は結構めんどくさいです。はい、で、こちらね、追い打ちと毒耐性4つ持ち武器ですね。これは普通に上空によってはめちゃめちゃ強いと思う。で、スキルは全ドロップを木と回復ドロップに変えてから、99ターン、木がロック状態で押してくるって感じです。はい。最後に有利ですね。こちらも進化しますという感じで見ていきましょう。バインドプラス、バインド回復、水列強化4つに攻撃強化です。スキルは全ドロップを水と回復ドロップに変えて、99ターン水が6状態で落ちてくるって感じになってます。はい、まあ元がね、結構使われなくなってきてるね。有利とジライアとかに関してはね、かなりありがたい武器進化なんじゃないでしょうか。使い道はできたんじゃないかなと思います。ただし、素材がめっちゃ大変なんでね、そこは頑張ってくださいって感じです。はい。あ、すいません。さあ、続きまして、エアですね。見ていこうと思います。はい。ここからは、究極進化で、超転生ではないんでね、勘違いしないようにお願いします。はい、こちら、覚醒見てもらって分かる通り、ウェイ3つに暗闇耐性プラスに10強持ちで、直覚醒は、
ベイ7強を維持して感じでね、10強7強にもできますし、ベイ持ちにもできます。そう。スキルは1ターン3コモカ3で1ターン受けるダメージを激減持ちです。リーダースキルは落ち込んなし、攻撃力が5倍、指を4秒延長、4色以上同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が 4.5 倍って感じでした。はい。まあ、そんなめっちゃ強いわけじゃないけどね、サブ要因で使えるかなって感じ。さあ続きまして延期で見ていきましょう。進化素材はこんな感じです。こちらも普通の進化ですね。はい、ウェイ3つにお邪魔耐性プラスに10強持ちで、直角性は7強雲スキブプラスって感じです。スキルはランダムでキー4個生成に4ターン決め覚め、そして回復力が2倍が6ターンで打てます。でリーダースキルは神の HP と攻撃が2倍、7コンボ以上で攻撃力が11倍、ドロップ消した時回復力かける20倍の HP を回復って感じでした。はい、そんな感じで、ここからは超転生進化ですね。超転生ベリアル見ていこうと思います。はい、ベルトの奇跡を使って進化してるんですが、こんな感じで7強2つに非コンボ強化1つに雲耐性と、火力はちょっと低めかな。でスキブプラス7強 L 字チーム HP 強化暖房あるんで、一応7強3つにできるのが魅力かなって感じです。スキルは4ターン攻撃を受けると火で反撃、木お邪魔毒を火に変化が5ターンで打てます。そう、リーダースキルは転生超転生のみでチームを組むと全パラ 1.5 倍に、火のドロップを消すとダメージを半減、攻撃10倍に1コモ加算です。そんな強くはないかなって感じのキャラですね。はい、続きまして超転生セレス、エリスの奇跡を使って進化させますと、こんな感じ。スキブプラスで回復ドロキを2つに基本母強化2つと、で聴覚性はスキブプラス回復ドロキを基本母強化クライムプラスダンボと、まあ、スキブ4つ持ちにできるかなって感じだね。スキルは HP30% 回復に決済ドロップバインド覚醒無効7ターン回復です。まあ、意外と悪くないね。6ターンで打てる7ターン回復スキルは悪くないかな。まあ、やっぱネスコがいるんだけど、ネスコは変身キャラだから仕方ないとして、これはまあ火力でない代わりに、まあ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 悪くないかなって感じ。状況によっては使えそうですね。状況によっては使えなさそうって感じです。リーダースキルは受けるダメージを半減、木の攻撃力が5倍、木の2コンボで攻撃力が3倍、2コンボが3って感じでした。まあ、間違いなく前よりは使えるようになるんじゃないかなと思います。火力こそ低いですが、ギミック耐性でかなり優秀ですね。続きまして、マッハ極性進化します。はい。こんな感じです。運営曰くね、思い切った性能にしたらしいですが、バインドプラス、スキブプラス、スキルチャージ2つに封印、指延長プラス、10強7強 L 字って感じ。で、聴覚性は、スキブプラス、L 字、暗闇耐性プラスです。まあ一応スキブ4つ持ちにできるかな。あと、スキルチャージ持ってるのが強いのかもしれませんね。で、スキルはサブの時にリーダーと入れ替わって、もう一度使うとサブに戻ります。1ターン受けるダメージを激減し、神タイプの攻撃力が6倍です。リーダースキルは3色以上同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が3倍、2コンボが3にドロップ攻撃して攻撃力が7倍、固定1ダメージです。正直極性よりも普通のマッハの方が強いと個人的には思うんですが、どうなんでしょうか。ちょっとそこに関してはね、あまり触れずにいこうかなと思います。そんな感じでした。はい、で続きまして極性モリグ登場ですね。こちらこんな感じの性能になっています。まあスキルブースで4つ持ちにね、無効化2つに悪魔キラー神キラーって感じでね、聴覚性ちょっと書き忘れてるんですが、闇コンボ強化10強お邪魔耐性プラスですね。そんな感じの性能です。はい、まあ普通に10強に無効感2つに悪魔キラー神キラー、これワンチャン状況によっては強そうだよね。スキルは1ターン3コンボ加算してから6解除し、 3×3 の正方形に闇を1つ生成してくれます。周回ならめっちゃ強そう。でリーダースキルは神の HP が 2.5 倍、6コンボ以上で攻撃力が3倍、闇2コンボで攻撃力が6倍、固定300万ダメージって感じ。 HP2.5 倍に300万ダメージ、いいね。はい、普通に強くなったかなと思います。そんな感じですね。こちらが極性モリグとなります。はい、いかがでしょうか。まあ超転生とかね、究極進化に関してはあんま期待しなかったけどね、マッハは思ったよりって感じかな。正直モリグはめっちゃ強くなったと思う。そんな感じですかね。はい、まあまだまだ実は進化情報あります。見ていきましょう。続きまして、モンスター購入、モンスター交換所のラインナップモンスターがパワーアップということで、こちら見ていこうと思います。進化っていうかあれだね、強化ですね。見ていこうと思います。はい、ということでまずはアメンがパワーアップです。こんな感じで覚醒がですね、ガラッと変わりまして、まあ、普通に強くなってるね。スキルプラスになりましたし、指もまとまって7強も増えましたね。はい、でスキルはドロップロック状態を解除し、ランダムで非3個生成になりました。6解除が増えましたね。そんな感じです。聴覚性もスキルプラスが増えています。そしてアメン武器も強化されまして、チーム HP 強化と毒耐性が2つ増えましたと。でスキルも6解除になってますって感じ。それとですね、覚醒が、回復ドロキを3つ持ちになってね、強くなりましたね。でスキルは1ターン落ち込んだしに6解除、そして火お邪魔毒を水変換になりましたという感じで、回復力が上がりましたね。毒耐性プラスも増えましたと。続きましてムート武器ですね。覚醒が回復、チーム回復強化2つにお邪魔耐性2つが増えました。スキルもね、ロック状態解除と火お邪魔毒を水に変化に変わりましたという感じ。続きましてコーンスですね。スキブ3つ持ちになって強くなりました。はい、
そしてスキルに関してはロック状態解除に非生成になったって感じです。5ターンなのがちょっと弱いけどね。聴覚性はスキルプラス持ちで合計スキル5個持ちになったって感じです。パーティーによっては使えそう。武器もね、機動力強2個持ちになってチーム HP 強化、チーム回強化が増えました。とスキルも6解除増えてます。そんな感じ。続きましてヒミルですね。はい、ウェイ2つに7強2つになって、火力が上がりました。スキルもね、5ターンになって強くなりましたね。リーダースキルは4コンボ以上で攻撃力と回復力が上昇最大20倍、回復後を十字消してダメージを 60% 軽減に1コンボ加算と、比較的使いやすくなったんじゃないかなと思います。ヒミルいいね、悪くないですね、強くなりましたと。続きまして闇ラードラですね。覚醒がまず変わってスキビオツ持ちになってって感じですね。で L 字も増えて使い勝手良くなりました。お位置も増えましたね。で、スキルに関してもロック解除が増えたっていう感じになります。そんな感じです。逆に言えばそれだけ。わざわざ交換するほどでもないかな。続きまして、水アテナですね。スキル4つ持ちになって、ウェイ5個持ちになりましたと。これ普通に強いよね。で、スキルは3ターンチェーンに、計算ドロップ倍の覚醒無効、3ターン回復って感じです。3ターンか。リーダースキルは、神攻撃マシンの HP が2倍、攻撃は5倍、ドロップ4消しで、攻撃力が4倍、回復力が2倍って感じです。4個消してね、攻撃力が20倍出るのはね、普通に悪くはないけどね、玄関強において使えるかと言われればかなり微妙なラインですね。まあ、レギンレイブみたいな感じで使える可能性は十分あるので、そういう使い方できることを期待しておくべきじゃないでしょうか。まあまあ、ランダンとかならワンチャン使えるようになったかなって感じ。続きまして、ラグドラですね。はい、7強、10強が増えて火力上がりましたと。で、スキルはね、9ターンになったって感じかな。9ターンになりましたね。はい。で、リーダースキルも変わって、2色以上同時攻撃で攻撃力が上昇、最大7倍、ドロップ5消してダメージを半減、攻撃3倍になりましたって感じです。はい。続きまして、光バスと強化入ります。7強2つに、チーム HP 強化2つに、チーム回復強化と。で、スキルは1ターン攻撃が全体攻撃になって、かつ、ロック解除も増えました。1ターンで打てる割には強いよね。リーダースキルは神タイプの HP と攻撃力が2倍、スキル使用時で攻撃力が 5.5 倍、6コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が2倍という感じで強化が入ったって感じです。モンスター交換所かな、一応。まあモンスター購入になるのかな。これらのキャラっていうのは、まあ正直今まで使われないことが多かったんだけど、まあ少しは使い勝手良くなったかなとは思います。それでもやっぱりね、やっぱガチャキャラに比べるとなっていう仕方なさはありますよね、やっぱり既存キャラなので。で、トラゴンですね。こちらも強化入っていて、覚醒はね、チーム HP 強化増えています。スキルもね、ロック解除が増えたって感じですね。はい。まあ少しは強くなっていると思います。そんな感じ。続きまして、レアガチャなどから登場するモンスターがパワーアップです。ちなみに皆さん気づいたかわかりませんが、今のはモンスター購入とモンスター交換所から9体キャラが強化されています。一応9周年にね、沿ってるって感じですね。はい。アルケティがパワーアップしますと。まあ、そんなにね、これね、ちゃんと詳しく見なくていいですよ、別に。なんか、お邪魔目覚め体制が増えて強くなったって感じですけど、そんなめっちゃ強くなったわけじゃないんで、ここら辺は気楽に見てください。こっちね、スキルに関しては3ターンでエンハンスが増えたって感じ。リーダースキルはお邪魔1コンボで攻撃4倍、2コンボ以上で8倍、4コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が3倍って感じです。はい、聴覚性はお邪魔目覚め、スキッププラス L 字って感じですね。お邪魔目覚めは結局使いづらさあるからなんともって感じですね。はい。で、アルゲティの進化後ですね。こちらも強くなってはいます。はい。覚醒スキルがね、まず既婚猛強化2つ増えてね。スキルに関しても、エンハンスが増えていますね。はい。リーダースキルも常時半減に、お邪魔3個消して攻撃力上昇最大20倍という感じになりました。聴覚性は、毒耐性プラス、スキブプラス、既婚猛強化です。ただまあ、言うて実際使い道はそんなにないんじゃないかなと思います。続きまして、アルキオンヌですね。こちらはね、スキルブースト4つ持ちになって、かつ、聴覚性スキブ持ちなんで、スキブ6個持ちになりました。これだけ押さえておけば OK。アルキオンヌはスキブ6個になったのが強いよって感じですね。一応、スキルダウンも1段減って、リーダースキルも変わっていますが、とにかくまあ、スキルブースト6個持ちになったことだけが重要ですね。そんな感じ。はい。で、このアルキオンヌに関しては、こんな感じで、スキブプラス、封印2つ、指延長無効換、光コンボ強化2つと、火力が上がりましたね、少しは。で、スキルも、8体になって、リーダースキルも強化入っています。一応半減にね、攻撃18倍に1コンボ加算に固定1ダメージありますが、正直アルキネはもう1個の方の分形態がスキブ6個持ちなんで、そっちの方が強いんじゃないかなとは思います。そんな感じでした。はい、続きまして、モリグーパワーアップしますと。なんと、スキルブースト6個持ちになって、スキルは2ターンの間3コンボ加算、闇の攻撃が3倍になりました。しかも10ターンで打てるので、3コンボ加算要因としても、エンハンス要因としてもかなり強くなったんじゃないでしょうか。バルディターンみたいな感じでね、代用として使うことも十分できなくはないかなって感じなので、強くなってはいるんじゃないかなとは思います。はい。リーダースキルは7コンボ以上で攻撃力が5倍、闇焦げしてダメージを 60% 軽減、攻撃力が4倍って感じです。かなり強くなったんじゃないでしょうか。こちらがモリクルです。で、これ個人的に一番注目してほしいアキレですね。はい。武器がなんと、暗闇、お邪魔、毒、バインドプラス、スキブ、攻撃強化になりました。このスキブ1個でかすぎん、これマジで。スキルターンが22体になったのはどうでもいいとして、やっぱスキブ1個持ちましたと。
これによって武器としてはめちゃめちゃ強くなったし、かなり使い勝手良くなったんじゃないかなとは思います。バインドスキルにギミック対してはでかいですね。秋音強化入りました。でキャラの方もね、スキルブースト6個持ちになって前とは思えないレベルのね強化になりましたと。スキルも2ターン受けるダメージ半減にダメージ無効貫通、ロック解除に6色陣となったので、多色パーティーのサブにおいては半減プラス無効貫通要因で十分使えるんじゃないかなと思います。リーダースキルも神タイプの全般が 2.2 倍の強化を入りましたが、軽減半減はないのでちょっとそこは控えめかなって感じ。ただその分倍率がですね、 14×12.22 倍ですね。なので、30.8 倍かな、上がってると思います。まあ強くなってると思います。そんな感じ。続きまして超伝説ヴィーナス、こちらも強くて、まずですね、スキルがやっと2ターンになりました。ホルスとかと比べるとね、意味わかんなかったんですけど、2ターンになったことによって光ホルスみたいな感じで使えるようになったのが強い点じゃないかなと思います。そんな感じです。続きましてフレアですね。はい、こちらに関してもまずスキルが変わっていて2ターンヘイストになりました。これもトールとかイズイズに比べると弱かったので2ターンヘイストになって妥当って感じ。リーダースキルも木の焦げしてダメージ軽減、攻撃が 3.5 倍、3コンボ加算、木の HP が2倍、攻撃回復が4倍と普通に強くなりました。そんな感じでした。続きまして極性エスカバリですね。こちらまずスキルがなんと8ターンで打てるようになってね、はい、闇変換プラス99ターン闇目覚めなんだけど8ターンで打てるのはさすがに強い。リーダースキルもマシン神の攻撃7倍、6コンボ以上で攻撃が3倍、闇2コンボでダメージ 60% 軽減、2コンボ加算と強くなったかなって感じです。これらのキャラたちがめっちゃ地味に強くなってて使い勝手良くなってるんじゃないかなとは思います。はい、しかも超覚醒スキルプラス増えたのね、いいところですね。はい、そしてユリシャパワーアップします。なんとフェスゲンここからパワーアップしていきます。はい、ユリシャに関してはですね、スキルがランダムで火闇回復を6個生成に、1ターン闇の攻撃と指が 1.5 倍になりました。そう、エンハンスがついたので前よりは圧倒的に使いやすくなるんじゃないかなとは思います。リーダースキルもね、攻撃体力の HP が 1.5 倍、攻撃回復力が3倍、ドロップの5個を L 字消してダメージを軽減、攻撃力が6倍と、L 字のね縛りもなくなったので使い勝手良くなったんじゃないかなと思います。まあ忘れることなく、ユリシャは76リーダーなのでね、普通に悪くない性能だったんじゃないかなと思います。そんな感じでした。はい、続きましてミヤダ変身前がね3ターンチェーンになって、変身後も強化入りました。まずねスキルがですね、指が2倍になって6状態を解除、そして回復外から水を6個ずつになりました。3ターンになったことによってね、使い勝手も良くなったんじゃないかなと思います。まあ、正直エンハンス欲しかったけどね、強化入ったって感じになります。こちらがミヤダでした。はい、という感じがね、今回の新しいね、転生進化とかのね、解説になります。いかがでしょうか？やっぱフェスゲンの強化が一番でかかったね、やっぱり正直。秋音強いわ。うん。で、まあ、超転生とかに関しては、実装してくれるだけめちゃめちゃありがたいしね、何かしら使い道は多いんじゃないかなとは思います。ただ、現状ね、これといった最強リーダーはもちろんいませんがね、もちろんそれは超転生とかなんでね、そこは仕方ないかなって感じ。ただ、まあ、それでも使い道多いキャラは多かったので、まあ、これらのキャラはですね、もうすでに実装されています。ぜひね、使いたいキャラ使ってみてください。まあ、個人的にはもう、秋音が一番強いんだけどね、武器として本当に一緒なんで。という感じがね、今回の解説でした。はい、もうキャラ数が多すぎてね、多分皆さんもう覚えてないと思うんですけどね、正直別に環境最強ぶっ壊れキャラが少ない時点でね、使うキャラって限られてくると思うんで、そんなに慌てなくていいと思います。はい、自分が欲しいと思ったキャラだけね使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。そんな感じでした。まあ一応ね、はい、セレスとかもね進化してますし、あとグンダリとかもね新しく武器進化するんでね、そこら辺も期待してもらえればと思います。また強いキャラに関してはね、僕のチャンネルで紹介していくんでね、安心してください。ということで今回の動画はこの辺りで終わりにしようと思います。ということで、ね、パズドラ9周年放送まとめ動画いかがだったでしょうか？もうパート5まで分かれてね、とんでもないことになりましたけどね、ぜひここまで見てくれた人は忘れずにチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ということで、長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。バイバイ。